痩せるアイドル水の作り方アレンジ編をお伝えしていきます。この動画ではさらに飲みやすくしたアレンジメニューをお伝えしていきます。ぜひ最後までご覧くださいね。では早速本題に入ってまいりましょう。まずこちらです。ベースのアイドル水があるんです。それは材料がまず天然水 500ml、 緑茶パック1袋、レモン果汁大さじ1、蜂蜜大さじ1/2、まあ、これが基本のメニューなんですね。で詳しくは別動画で私お伝えしておりますので、詳細欄にリンクを貼っておきます。ご必要な方はチェックしてみてくださいね。でこの効果、なぜ痩せるのということなんですけれども、理由です。この緑茶が持つ力がそのあなたの代謝を上げてくれるので、まあ、痩せられる。そしてレモンを使うことでデトックス効果がある。そして蜂蜜を使うことで脂肪燃焼効果がアップするということが、まあ、ベースのお伝えしていたことなんですが、今回この動画ではどこをアレンジするかと言いますと、ここです。緑茶をあるお茶に置き換えることでさらに飲みやすくなって、しかもノンカフェインですから、おすすめなんですよね。でこのアイドル水をお伝えした時に、もうたくさんの方々がたくさんのコメントやご質問いただいたんです。でその中のダントツトップが、緑茶が飲めませんとかですね、カフェインが苦手です、もしくはこれ緑茶以外にも何かこう置き換えるお茶はないんですかというお声がものすごく多かったんです。で私はそれいただいた時に、ありますということで今回の動画をご準備しているわけなんですね。では早速そのアレンジメニュー、作り方と材料をお伝えしてまいります。とこちら外しますね。で今から実演交えて作り方お伝えしていきます。じゃあまずその緑茶の代わりに使うものが何かと言いますと、こちらです。ルイボスティーです。で聞かれたことあると思うんですけれども、ルイボスティーが持つその脂肪燃焼効果やその酵素の力で痩せ菌と呼ばれる善玉菌も増やすことができるんですね。でまた特に女性には嬉しいこう鉄が入っていますから、もうこれはもうおすすめで、プラスデトックス効果もあるので、もうこれだけ見てもダイエット効果がもう二重丸なわけなんです。では早速材料をお伝えしていきます。まず天然水1リットル準備してください。こちら 500ml のペットボトル2本準備してます。ほら、足して1リットルですね。そして今回ルイボスティー、私が準備したのはこちら、無印良品さんで購入しました水出し用の有機ルイボスティーです。この有機栽培のお茶も安心ですよね。裏にも有機 JAS マークがついている、も本物なんですね。やはりその大事ですよね、有機栽培で。こちらは一応水出し用になっておりますけれども、特に熱湯で作ってもいいんですね。なので皆様がそうですね、ご準備するときに、無印さんであれば同じ作り方になると思うんですけれども、水出し用だったら冷蔵庫で約3時間置くんですね。で熱湯だったらまあ10分ぐらいすればできるので、お急ぎの方はやっぱりホットで作るのも OK です。では次に、ルイボスティーがその1バッグですね。ちょっと切ってみましょう、どんなのか。ちょっと開けてみます。これ美味しいんですよ、もう大好きです、毎日飲んでます。この香りね、いいです。これくっついてますけど、これを一つ外すと、いいですよね、このお茶のパックの色も無漂白でもうおすすめです。こちら有機ルイボスティのお茶パック1袋準備しましょう。そして次、レモン果汁大さじ2杯、こちらレモンご準備してます。後からレモン果汁を作っていきます、絞っていきます。そしてもしこのレモンからこう果汁を作るのが間に合わないですとか、代用何かないですかっていう場合は、こういったパック化された、まあ、レモン果汁 100% を使ってくださいね。もう無添加でお願いします、果汁 100% です。そして次、最後蜂蜜大さじ1です。こちらで蜂蜜も結構よくこう原材料を見るとお砂糖が添加されていたり、 100% ピュアハニーではない場合がありますから、ぜひチェックしましょうね。
はい、材料は以上です。では早速実演を兼ねて今から作っていきたいと思います。ではご準備していただくのはこのようなドリンクを作る容器を一つ準備してください。でこれがなくても例えばの魔法瓶の水筒でもいいんですね。で私はアイドル水をお伝えした時は1日かけて 500ml 飲みましょうねってお伝えしてるんですね。それはなぜかというとやはり緑茶は脂肪燃焼効果もあっておすすめなんですけれども、やはりカフェイン飲料なんです。でカフェインをやはりこう大量に飲んでしまうとあなたの腸や肝臓に負担をかけますし、お体にとってちょっと負担になってくるんですよね。だから飲みすぎは注意なんです。ですから1日かけて 500ml までにしましょうねということを目安としてお伝えしています。が今回お伝えするこのルイボスティーはノンカフェインですから、そう飲みすぎとまではまあいきませんけれども、やはり1リットルは飲んでいただいていいと思っています。目安は1リットルなので今回のレシピの材料は1リットル用で作っております。でちょうどお茶パックも1リットル用でしたからもう丸ですよね。では作っていきます。ではこういった容器にまず天然水1リットル入れていきます。でお水もですね、やはりよくそのコメントでですね、先生その水道水でも大丈夫ですかっていうご質問があるんですけれども、水道水はやはりお体に負担かけます。なのでせっかく美味しくこう作ってねいただきたいですし、健康的に綺麗に痩せていただきたいので、私はやはりこういった天然水かせめて浄水を使ってくださいねとお答えしているんですね。で2本目いきます。はい、これで1リットルいきました。さあ次にルイボスティー1袋入れていきます。こちら無印良品さんの有機ルイボスティーパック入れます。あともう一つですね、よくあったご質問に、先生その蜂蜜は水にその溶けやすいんですかってご質問もあるんですけれども、やはりお水よりはやっぱお湯の方が溶けやすいですよね。なのでちょっと溶けにくいなっていう場合はお湯でちょっと溶いてから入れてもいいと思うんですね。では蜂蜜大さじ1杯入れます。あ、すいません、レモン果汁が先でしたね。順番通りいきます。失礼しました。レモン果汁を入れていきたいと思います。でレモン果汁も先ほどお伝えした通り、あとお時間がない時とはこういったレモンの果汁 100% で代用していただいて、大さじですね、これ大さじです、大さじ1杯2杯と入れるんですけれども、私は今回しっかり天然のレモンを使っていきたいと思いますので、今から作っていきます。こちらです。で今からフルーツナイフで半分に切って絞っていきますね。ちょっと失礼します。やっぱりレモンの大きさで果汁の量が変わってきますから、そのあたりはもうあなたのペースでですね、レモンを選んでください。今半分にカットして、これぐらいこの量でどれぐらい絞れるか今から実際にお伝えしていきますね。失礼します。でレモンを絞る絞り器でちょっと立ちますよ。いきます。もうすでにこの香りがいいんですよね。やっぱりその天然のものに勝るものはないなといつも思います。やはりその素材が持つそのものの味を味わっていただいたりですとか、やはり便利になって加工されたものは添加物が入ってますから、極力ですねやっぱり取らない方が結果ダイエットにも成功しやすいんですね。やっぱり健康なお体だとダイエット加速しますからね。結構絞ってみたんですけど、まだまだ果汁が残ってますね。立派なレモンです。絞りました。で、ね、絞ったらこんな形で見えますか、綺麗なレモン色で、これを今から大さじ2杯測って先ほどの容器に入れていきます。では入れていきます。1、
あんがいなかった、一杯分でした。じゃあ一杯入れます。まずもう一回絞りますね。なので大さじ2杯分の果汁はほぼほぼレモン1/2で取れそうですね。またやってみましょう。このレモンだったら取れると思います。で、まあ、おしゃれにねレモンの輪切り入れて召し上がってもいいと思うんですよ。さらに香りがアップしますし、やっぱりこのレモンの皮に脂肪燃焼効果の成分が入ってますからおすすめです。いいですね。では同じレモンだったんですけれども結構取れました果汁が。はい、ちょうどレモン 1/2 で大さじ2杯取れました。入れます。OK、うん、です。では最後に、ごめんなさい邪魔でしたね、蜂蜜大さじ1入れていきます。でやはり蜂蜜は脂肪燃焼効果がありますからおすすめなんですね。やっぱり白砂糖と違って腸内環境にも優しいんです。なぜかというとこの蜂蜜にオリゴ糖が入ってますから、そのオリゴ糖がその痩せ菌と呼ばれるその善玉菌のですねやっぱり環境を良くしてくれるんですね。では蜂蜜入ります。大さじ1、結構ね大さじ1って多いんですよ。結構入る、まだまだいけますね。すり切れいっぱい、大さじ1入りました。でこちら入れていきます。はい、私あの蜂蜜大好きですね。お料理に白砂糖使うことないです。代わりに蜂蜜を使いますね。なので、我が家には白砂糖置いてないです。さあしっかり入ったらちょっとゆすりましょう。でこのままですとよく混ざっていませんので、今回私はちょっと自宅からですねちょっとさえ箸を持ってきてます。また混ぜます。ルイボスティーは、ね、ノンカフェインですから、妊婦さんであったりとかその授乳中のママさんたちにも、ね、おすすめですね。あの緑茶が、ね、飲んでいけないわけではないんですけど、やっぱり量は気をつけてくださいね。ルイボスティーだったら安心です。さらに安心。はい、できました。見えますか、綺麗な琥珀色。さあそしてまだこのままだと水出しですか飲めないんですけど、もしこれをあのお湯で作った場合もすぐ飲めますよ。お急ぎの方はお湯で作ってみてくださいね。でこうして蓋をしたら結構ギリギリまでできました。このまま冷蔵庫で約この無印さんのお茶の場合は3時間ですね。冷蔵庫で3時間抽出すると飲み頃ですよになっています。そして3時間置いて出来上がったものがもう準備してます。こちら綺麗な色なんですね。本当に綺麗で、では早速いただきます。うん、美味しいです。もともとルイボスティーってすごく飲みやすい味なんですね。でさらにそこにレモンの爽やかな酸味が入ったのとほんのり甘みがあります。蜂蜜の優しい甘みですね。こう甘いとかそんなの全くないです。ほんのり優しい味がします。もうぜひお試しください。でさらにおすすめは、ま、この時期ですねまだ暑いので冷たい水出し用のタイプでお伝えしましたけれども、ま、保存も効きますし、ただやはりダイエット目的でしたらもうぜひ温かい方をおすすめします。ホットティー、この材料で作ったお茶を後から温めてもいいですし、最初からお湯で作ってください。温かい飲み物の方があなたの腸内環境が整って、結果その痩せ菌と呼ばれる善玉菌がですねどんどん活発に動いてくれるんですね。ですから冷たいタイプの飲み物はほどほどにでお願いいたします。さあいかがだったでしょうか。この動画はこのように腸活法やさまざまな健康法をお伝えしていくことで女性の方が健康的で綺麗に痩せるを応援しております。
ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録をしていただきまして、どんどんご参加ください。私とても励みになっておりますし嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。